はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、営業保証金で出てくる供託所、これどんなところなの、疑問に思っている方いると思います。初学者だとこの供託所の意味がわからなくて、問題解いていたりテキストを見ていてもなかなか理解できない、まあそういった場合多いので、今回供託所について解説していこうと思います。で、まず供託所ってどんなところかというと、もう一言で言えばお金や有価証券を預かってくれる国の機関を言います。で、まずこの機関っていう言葉ですね、これがちょっとイメージしにくいと思うんですよ。なのでちょっとわかりやすく言うと、国を大きな会社と仮定した場合、この国の子会社っていったイメージで考えていただくと分かりやすいんじゃないのかなと思います。で、別の言い方をすると、国の一つの組織、国の中にある一つの組織だったり、国の中にある一つの部署といったイメージでもいいと思います。もっとざっくり言うと役所です。お金とか有価証券を預かってくれる役所と考えていただくといいと思います。で、この有価証券もちょっと分かりづらいんですよね。国債とか地方債とか政府保証債、こういったものを聞いて、ああいったものかって分かる方はいいんですけども、なかなかこの宅建初めて勉強される方だと、国債もちょっと分かんない、地方債とか政府保証債、これも分かんないって方いると思うんですよね。なのでちょっと分かりやすく言えば、あなたが私にお金を貸したら、あなたは私に対してお金を請求できる権利がありますよね。お金貸してるんだから返してくれよってあなたは私に言うでしょう。で、この時あなたは私に対して貸金債権っていうものを持ってるんですね。で、ここで私を国だと仮定しましょう。国です。あなたが国に対してお金を貸しました。そうするとあなたは国に対してお金返してくれって請求できますよね。で、この権利を紙にしたものが、まあ、国債と、まあ、いったイメージです。なので、あなたが国に対してお金を貸したのであれば、国は国債というものをあなたに渡すんですね。で、最終的には、あなたにお金を返す、という話なんです。なので、この有価証券、国債というのは、まあ、一種国が保証しているといったイメージなんですね。なので、現金、お金ではないけれども、最終的には、まあ、お金返ってくるでしょうと。いうことで、まあ、お金と同じぐらい価値があるものとしてこのように同等に扱っているんですね。また地方債というのは、私が地方公共団体、例えば都道府県とかですね、市町村とかだった場合、あなたが都道府県とか市町村にお金を貸します。その時都道府県とか市町村はあなたに対して地方債証券というものを渡すんですね。つまりあなたはその地方債証券を持っているということは、最終的には都道府県や市町村からお金を返してもらえると、まあ、いう話です。これも有価証券の一つなんですね。で、こういったものを預かってくれる国の機関があって、そこが供託所なんだよと、まあ、いう話なんですけれども、なんでそんなところがあるのかというと、宅建試験で関連する部分で言えば、宅建業者、まあ、いわゆる不動産会社ですね、不動産会社が事業を始める、つまり営業を始めるといった場合、事前にお金とか有価証券、まあ、これら含めて営業保証金と呼ばれるんですけども、これを供託所にこう預けないといけないんですね。宅建業者があります。まあ、不動産会社と考えてください。不動産会社が事業を始めるといった場合、供託所に営業保証金を預けなければいけません。なぜなのかというと、取引相手を保護するためなんです。これから例えばこの宅建業者が土地とかを買ってきて、それを買い主に対して売りますよと、いわゆる売買契約を締結したりするわけですよね。で、その時に例えば手付金預かりましたと。で、預かった後に例えば売買契約が契約解除になりました。契約解除になったのであれば、この預かった手付金返さないといけないですよね。にもかかわらず、この宅建業者が返さないってなってきたら、この買い主、つまり取引相手は困るわけです。こういった時に、この買い主は供託所に対して、この宅建業者が預けた営業保証金、ここから損害を受けた100万円を取り戻すことができるんですね。
これでこの飼い主は保護されているわけです。営業保証金もし預けていなくて、この宅建業者もうどっかいなくなっちゃったとか、もうお金ないです返せないですとかって言われたら、この飼い主困りますよね。だから宅建業者は営業開始する前にお金を預けておいてくださいね。これは取引相手を保護するためにあるんですよという話です。じゃあいくら供託しなければいけないのか、いくら預けないといけないのかというと、本店だけであれば1000万円で OK です。その他支店が一つあればプラス500万、だから本店と1支店という宅建業者であれば1000万と500万だから、1500万円を事前に供託しなければなりませんよ、預けないといけませんよ。また本店と支店が2つありますよっていうのであれば、1000万円と500万なので合計して2000万円を供託所に対して供託しなければなりませんよっていう話です。でちょっとここまででポイントを整理しておきます。まずこの営業保証金っていつ供託するかっていうと、初めに免許を取得するんですね。この宅建業者、まあ会社だとしたら会社ができました、法人を設立しました。でその設立した会社が宅建業の免許を取ります。免許を取ってから営業を始める前までに供託をしましょうという話です。これが一つ目のポイント。これ免許を取得する前に営業保証金を供託するわけではありませんので、ここ注意しておいてください。で続いてこの供託をしたら、免許権者に対して供託しましたよっていう届け出をするんですね。この図には免許権者載ってないんですけども、この宅建業の免許を受けた時に、免許を与えてくれた都道府県知事だったり国土交通大臣がいます。そういった免許を与えてくれた人、これ免許権者という言い方するんですけども、免許を与えてくれた人に供託しましたよって届け出をしなければならないよという話です。で続いて事務所を増設した場合も流れとしては同じです。例えばこの宅建業者が本店のみだったとします。なので、まあ、1000万円供託していた状況ですよね。その後事務所を一つ増設、新設しました、まあ、増やすってことですね。事務所を一つ設置しますよ、支店を一つ増やしますよって言った場合、500万円を供託します。営業開始前に供託します。で供託したら同じく免許権者に届け出をしなければなりませんよという話ですね。で続いてここからちょっと一つ難しい言葉出てきます。それは還付という言葉です。還付請求っていう言葉ですね。還付っていうのは取り戻すといったイメージがあります。つまり還付請求は取り戻すための請求だと考えてください。ちょっと先ほどの事例に戻るんですけども、飼い主が手付金100万円を預けました。で契約解除になったから返してもらえるかと思ったら宅建業者返してくれません。そういった時に供託所に対して宅建業者の代わりに100万円、返ってこない100万円、損害を受けている100万円を取り戻すために請求することができるんですね。つまり供託所さん、あなたがこの宅建業者に代わって100万円返してくださいよって請求できます。これが還付請求なんですね。で供託所は100万円を弁済すると。そうすると例えば本店のみであれば1000万円預けていたけれども、1000万円のうち100万円がもう飼い主に渡っているわけですよね。ってことは100万円不足してるんですよ、預けたお金。だから供託所は免許権者に対して、つまり都道府県知事だったり国土交通大臣に対して100万円を還付しましたよ。還付するっていうのは、まあ、100万円を渡しましたよっていったイメージですね。今飼い主に対して100万円渡しましたよね。だから100万円不足してますよ、営業保証金が100万円不足してますよって免許権者に通知をするんですね。でそうすると免許権者は宅建業者に対して同じように通知するんです。100万円を還付したから、もう100万円を飼い主に渡したから100万円不足してますよって通知するんです。つまり宅建業者から見ると、還付があった後、還付って100万円渡した後ですね、渡した後に免許権者から100万円不足してますよって通知が来るんです。でこの通知が来てから2週間以内に営業保証金を供託しないといけないんですね。で営業保証金を供託したら、供託してから2週間以内に免許権者に
届け出をしなければいけません。これ供託の託が抜けてましたね。供託してから2週間以内に免許権者に対して100万円不足分を供託しましたよって届け出をしなければなりませんよっていう話です。今回の内容って実際に宅建試験でも出てくる内容なんですね。基本的な内容なんですけれども、この基本部分が実際法試験で出てくる部分なので、ここはしっかりですね、供託所のイメージをしていただいて、簡単な還付請求の流れまで一緒に頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講生さんの中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。